Thank you.
はい、どうもどうもこんにちは、パソです。お察しの通り、私たちはロッキの同期バンドで結成してから約2年を迎えたところです。今日はいよいよ最後のステージということで、皆さんよろしくお願いいたします。で、ちょっと話したいことがあるんですよね。そうね、そうそうそう、ちょっと嬉しかった、パソとして嬉しかったことがあったので今からお話しします。先日ちょっと公演でね、練習をしてたんですよね、6人でバーってお歌歌って歌ってたら、なんか小学2年生くらいの女の子が練習中にカカカカって寄ってきて、何事と思ったら、お姉さんたちの歌声すごい綺麗だからもう一回ちゃんと聴いてもいいって話しかけてくれたんですよ。可愛すぎてもう6人みんなあーとか言って本当メロメロになってて、で1曲ちゃんとね、あのお歌を発表して、なんかこう気持ちいいというか、私たち音楽やって伝えたいものがあるじゃないですか。ありますね、っていうのがなんかちょっとでも届いて、私たちのことを覚えてくれてたら、まあ、それだけでやってた甲斐があったんじゃないかなっていうことで、すごく嬉しく思ったので今ちょっと発表させていただきました。ありがとうございます。そうですね、では、うん、ちょっとパスはもう最オイコン最後ということで、のバンドということで、私たちのロッキも、アンダンテで入れる時間が残り少ないというところなんですけれども、まあすごい理想的には活動できなかったこともあったかもしれないけど、それでもこうやってすごく楽しくみんなで音楽ができたのはすごく、みんなのアンダンテのみんなそれぞれのおかげだと思います。みんなありがとうございます。そしてパッソも、まあ、アンダンテの人たちにいっぱいたくさん愛していただいたと思う、愛してもらったのかなって思うので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、あのちょっとパッソちゃんたちにも、パッソちゃんたちにもちょっと感謝をお伝えしたくてですね、みんな、まあ、歌って練習してる時とかもそうじゃない時とかもどんな瞬間も一緒にいて、すごくすごく楽しいことばっかりだったので、いつもなんか、楽しすぎてこの瞬間を目に焼き付けなきゃって思いながら目を見開いてた記憶があります。ありがとう、たくさん。卒業してからもこれからもずっとよろしくお願いします。夏休みとあの正月はちゃんとパスをやるんですね。ステイパスをし続けますね、はい、ということで、ということで、いよいよですね。わ、はい、ちょっとしんみりさせちゃったな。これはすみません、しんみりさせちゃったな。しんみりはできてますか？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 すみません。いつ盛り上がるんですか？一体いつ盛り上がるんですか？一体いつ盛り上がるんだ？
Thank you.